世界三大珍味の一つキャビア。キャビアはチョウザメの卵を加工したもの。岡山県新見市ではチョウザメの飼育が行われています。チョウザメといってもサメの仲間ではありません。体の表面にある大きくて硬い鱗が蝶々の羽の形をしており、チョウザメの全体的な形がサメに似ていることが名前の由来となっています。サメにはね、背びれがあるんですけども、このチョウザメいうのは背びれはありません。口には歯もありませんし、まあ、あの優しい魚なんですけど、暴れたらすごいですけどね。鳥なんかに取られるとか、小さい時が丸1年生になるまでが一番大変ですね。お刺身にすると滑らかな舌触り、柔らかい骨は唐揚げにすると絶品。岡山で生まれた最高の珍味です。